ないです。大正解。たくん自分の釣り番組で釣り上げようとしてますからね。持ち込み、はい。もう食べる。じゃあレディーファースト。ありがとうございます。いきます。いただきます。あー、あれうまい。サメバカモコド。私、魚種魚介を噛むことを本当としております。今何回ですか？今18です。数えてる。というか、その時は静かになるんですよね。魚種魚介美味しいです。え、ほんまに噛みました？早くないですか？いや、早いですよ、私。うまー。いただきます。かわいい。すまず、あ、縦食い邪魔。もう縦食い邪魔だ。嬉しいフードです。嬉しいフード。ホタテガイちゃんといえば北海道ですかね。私も北海道の海何度も潜らせていただいてるんですけども、ホタテガイちゃんが海底一面にブワーッといる季節があるんですね。もうびっくりね。ホタテ畑っていうんですね。先生、どの季節ですか？あれはロキさん、夏でしたよね。知床の海、深場から浅場にやってくるんですよ。それでホタテガイちゃんが海底一面をもう覆い尽くすようにいっぱいいて、ホタテガイちゃん泳ぐので、パタパタ泳いで、パタパタ泳いで、で、しばらくすると落っこってくるんで、そうすると砂がバーって回って、砂の中の栄養を海の中に溶け込ませて、自らの食べるプランクトンをそうやって増やしてるそうなんです。なんかカスタネットみたいにこう進まれるそうです。あれ可愛いですね。カスタネットなんて表現されますよね。養殖もとても盛んに大切に行われてまして、ホタテガイちゃんの養殖というのはですね、もう本当に日本の一大産業で、日本から輸出するものの本当に上位をホタテガイちゃんが占めてるんですね。日本国内本当ホタテ食べようみたいな。そうですよね。美味しいですし、栄養も抜群ですし、グリコーゲンやタグリン、素晴らしい成分にいっぱい入ってますからね。かけました。え、それ食べてごっくんしたんですか？噛み砕こうと思ったら狼よ。でカキン、前歯がかけてる。前歯の下がかけました。痛かった。絶対あかん。ホタテガイちゃんの目はどこにあるかご存知ですか？はい、はい、ここ。あら、なんだ、もうつまんないな。だって YouTube でやりました。あ、そうですね。この貝ひもと呼ばれるここの、ま、街灯膜と呼ばれるここの部分に点々があるのが全部お目目という。オレンジっぽくなるのと白っぽくなるのは何の違いでしょうか？オスメス。はいです。はい、正解。どっちがオスで、どっちがメスでしょうか？オスメス。正解です。すげー。職業病やです。白い方は魚でいう白子。おお、オレンジの方は魚でいう、まあ、卵魚、卵巣ですね。はい、これウニでも、ウニの食べてる部分もやっぱ卵が白子なんですよ。でもウニの場合は、見た目がどっちもオレンジっぽいので、分かりにくいんです。そんな時どうすればいいかというと、お兄ちゃんの場合はお箸でちょっと潰していただくと、白っぽくなる方がメス。あ、間違えた。白っぽくなる方が白子なんでオス。そのままの黄色っぽい色をすれば卵巣です、メスです。あ、ちなみにこのホタテガイちゃんはこの黒っぽいのは中長線といいまして、ここは実はちょっと苦味があったりして食べない方がいいという。黒っぽい内臓の一部なんですけれども、中長線。大腸、小腸、中腸。中腸、あ、そういうことですね。中腸線を取るなんて、そんな中腸はしてはいけません。大腸です。いただきます。マジにすんな。うまっ。一口でいくの。めっちゃ、うん、美味しい。美味しい。ほんとめちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。うん、なんかやりたいことってあるんですね。日本の海でシーラカンちゃんに会いたいですね。シーラカンちゃん、昔は世界中の海だけでなく川にも湖にも、川にもあらゆる水域にいたそうなんです。だから
恐竜さんたちと共に隕石さんの中で絶滅してしまって、深い海の岩の奥とかにいたシーラカンちゃんたちだけがの生き残ることができたなんていう説があるんですけども、だから日本にも絶対そういう大陸棚のようなちょっと深めの岩穴の奥とかにいてもおかしくないと、よく例えれるのがアンモナイトちゃんは絶滅しちゃったけども、オウムガイちゃんは生きてますね。それはアンモナイトちゃんはみんな前回浅いとこに行ったので、おそらくみんな絶滅してしまって、オウムガイちゃんもどんどん深いとこに行ったので、はい、生き残ることができたという。シーラカンス、もし日本近海にいるとしたら、どのあたりにいると思いますか？地元の房総の海とか、近くの駿河湾とか相模湾とか、なんか身近な海で出会えたら嬉しいなと思うんですけども、決して、タック君には先を取られたくないと鈴木タック君にその話したら、タック君自分の釣り番組で釣り上げようとしてますからね。なんてことをしてるんだ、仲間に入れてくれと。せーな、おー意外と重い、重いのほか重いぞ。いやせーの、わっちょい、あー、おーいい、なかなかの焼き加減じゃないですか。えい、あこれはもういいね。姉さん、ね、あすみません、すみません、ときさん。食べれます。うまい。
まい。やったー、これ本当にバーベキューに良くないですか。いいですよね。臭みとか全然ないし。ないよ。めちゃくちゃでしょ。逆に確かに肝もうまい。そう、うまいから合わせて食べる。はい、ね、上品な味だよね。肝だけ先取っといて、ソース作っといて。あ、そうだ。で、焼いて、それ食べて。いいですね、それいいですね。素敵。あ、美味しいよ。僕ですよね。ね、味が僕ですよ。はい、上品。そうだ、ね。YouTube さかなクンチャンネル。あ、どんなチャンネルにしたいですか。あ、そうですね、YouTube 様のさかなクンチャンネル、本当にこれまでもありがとうございます。ぜひともご登録者様5,595,999名様よろしくお願いいたします。今年はお魚を通してさまざまなことにギョギョッとチャレンジさせていただきたいですね。やっぱりこのお魚からいただく感動っていうのはもちろん一人でも、はあ、嬉しいな、すギョいなって感動はできるんですけども、みんなで共有しないともったいないっていう、そういう感動ですよね。だから今年はますますお魚の感動を共にさせていただけたら嬉しく思います。